レッド・ゼペリンの映画狂熱のライブ、そのクライマックスで演奏されます胸いっぱいの愛をにインクルードされておりますブギー・チレンという曲でのギターソロの弾き方でございます。このブギー・チレンという曲は大御所ジョン・リー・フッカーの曲でございますが、まあ、ゼペリンのパフォーマンスはこの原曲とは似ても似つかぬ感じになっております。まあ、ロバート・プラントが歌詞をなぞってるだけということでございますが、まあ、ブギーということで、ブギーの演奏、さらにこのジミー・ペイジのギターソロ、素晴らしいパフォーマンスでございます。コード進行は E と A と D の3コードです、まあ、ブギーですのでリズムも非常に大事になってきます。こんな感じです。ギターソロでもこのリズムをキープしていかないとなかなかうまくいかないというような感じになっております。さて E のところからですね、3弦の14フレットからですね、まあ、ロックの王道でございます。そして、A の方に行きますが、ブギーですのでこのこの感じで行った方がいいので、で次のこれはアップピッキングになりますね。このブギーの感じを出すのが非常に難しいということですね。ポジション1はメコピしてみてください。そしてここもなんかこうブギーの感じしますよね。次はですね、チャラチャチャラチャ、これは4弦の12フレット、そして、人差し指で9フレットを制覇で、小指は1弦の12フレット、多分これだと思います。で次が半音下がるような感じで4弦の11フレット、薬指は3弦の12フレット、そして1弦の12フレット小指、2弦はミュートの方がいいと思います。まあ、こんな感じですね。2弦を鳴らすとしたらこの10フレットぐらいですかね。でフレット、半音ずつ8フレットから、そして中指と薬指で1弦と3弦を、で A を、という感じになります。そしてこのオクターブ奏法って言いましょうか、ジミー・ペイジ非常に得意でございます。最後はだいぶ上がってますもんね、このオクターブですね。そしてここで、ピックアップをなんと、センターピックアップに切り替えます。でさっきのオクターブをこれをひたすら極限まで早く、私はなかなか弾けません。もうなんといってもライブの後半でこのスピードで弾けるというね、すごいですね。そしてここまで来ると次はこんな感じになりますね。でもジミー・ペイジ本人も弾けておりませんけども、まあ、こう弾きたいんだろうな、弾きたかったんだろうなと思いますが、まあパフォーマンス的には何の問題もないと。
あのスピードでは私も弾けません。だからなんかこんな感じになってますよね。ここ薬指で言ってますよね、ジミーページ。まあいいけど。そして今度はリアピックアップに切り替えて A。これまた早いです。しかも指使いですね、小指と薬指で、まあ練習も兼ねてやってみたらいかがでしょうか。よくこうね、こっちの方がやりやすいですけど、見た目も勝負でございますので。こんな感じに上がっていきます。ものすごくこれもフレーズ早いです。私はまともに弾けませんでしたけども、でボリューム絞って、まあ、こんな感じで、あとまあね、ブギーのスタイルになるわけです。で最後はウォーマンっていう感じになりますね。というわけでございました。こういうきっちりとした、しかも速いフレーズを弾くときは、まずゆっくりとフレーズを確実に弾けるようになって、だんだんスピードを上げていくと、まあこういう方法しかないんじゃないかなと思います。まあよほどの天才じゃない限り、いきなり弾けるっていうのは難しいと思います。というわけで、ブギーママの弾き方でございました。まあ弾き方は分かって弾けても、あの雰囲気が出ないというお悩みの聞けもいらっしゃるかと思いますが、やはりジミー・ペイジのギターの音というのは非常に独特でございます。この秘密は、エコープレックスと。もう化石と言われているエフェクターでございます。これがないとジミーページには近づけないと、いうことになっています。あの音、再現するにはエコープレックスが必要ですね。さてこの胸いっぱいの愛をでは、その他にもテルミンが登場いたしますし、まあ、それにテルミンとこのエコープレックスの組み合わせ、しかもあのオレンジアンプで、テルミン用だけで鳴らすというからくりがあったりします。ジミー・ペイジの奥深さというのはこのギターの音にあるわけでございます。まあ私も含めて頑張っていきましょう。ではまたお会いしましょう。 See you next time。